スタートしました。外8枠2頭、キズマ、ドーブドブルール、いいスタートを切りまして、この2頭が飛び出していきました。まずは9番のキズマが先頭でダートコースに入ります。内から1番、大成シュバリエ追いついて、10番、ドーブドブルールと2番手を形成して、それにさらに接近していきました。6番のシゲル総裁、4番手から前に接近。あとは5番のスマイリングムーンが続きました。その後も集団固まっています。2番の東方プリンセスがインコース、間は3番、ウッドシップ、外は8番のケイト、さらに差がなく続いて、外は7番のオースメレジスタ、わずかに最後方4番のアップトゥーデイト、10頭全くの一段3コーナーをカーブしていきます。先頭9番のキズマ、リードは1馬身、2番手10番ローブドブルール、3番手外目から6番シゲル総裁、4番手インコース1番大成シュバリエ控えています。4コーナーカーブに入っていきます。その直後5番のスマイリングムーンがわずかに接近して、外からはケイトが行きました。さらにその直後2番の東方プリンセス、そして間から3番ウッドシップなど、4コーナーカーブから直線コースに入りました。さあキズマが先頭、キズマ先頭でリードは1馬身、2馬身と広げにかかります。2番手6番シゲル総裁と1番の大成シュバリエ、2頭が並んで追ってきました。あとは2馬身ほど離れて10番ローブドブルール、そしてその後ケイトがようやく差を詰めてきますが、さあ先頭キズマだ、キズマ先頭、2番手1番大成シュバリエ、3番手6番シゲル総裁、どうやら体勢決しました。先頭9番のキズマ、キズマ逃げ切ってゴールイン、2着1番大成シュバリエ、3着は6番のシゲル総裁。